皆さん、こんにちは。サイキックです。今日ね、朝起きたら、ちょっと荷物が届いて、何かなと思ったら、母親からね、大量にレモンが送られてきました。まあ、これ僕がね、買って送ってって頼んだもんなんですけど、届いたね、レモンの値段、価格を見て、ちょっと、驚愕の値段が、ちょっとあまりにも価格がね、安すぎてちょっとびっくりしたので、僕の地元はですね、愛媛県松山市なんですけど、まあ、結構比較的、山の方で、東温市とかの、境目にあるようなところに近い方の方のエリアなんですけれども、まあそこら辺行くとですね、例えばファミマの中になんかその農協とちょっとこうコラボして、なんかそういう地産地消の野菜とか果物とかを売ってたりするんですよね。新鮮で24時間いつでも安い質のいい野菜とか果物が買えるってことで、僕も実家帰ったらたまに使ったりするんですけど、そこ行くとね、毎回ちょっとびっくりするのが価格、もうとんでもなく安い。例えばですね、今回はこれ母親に送ってもらったレモンなんで、それを例にして話すんですけど、これ見えますかね。これね、値段見てわかると思うんですけど、100円。こんなね、しっかりした大きいレモンが3つ入ってて100円なんですよ、これ。まあ、こっちなんかね、これちょっと小ぶりなんですけど、これは80円。うん。外の見た目はね、悪いんですけど、まあ、これは無農薬の証拠っていうか、逆にこうやってね、外の皮が傷んでる方が、僕的には安心して食べれるっていうか、使えるいい食材なんですけど、一方、こちら。これ見てほしいですけどね。この値段見えますかね。はい、これ210円です。これ1個210円。このレモンもオーガニックのレモンなんですけど、これは東京都内、僕住んでる武蔵小山の商店街にある F&F っていう、そういうオーガニックの食材ばっかり使ってるスーパーなんですけど、そこで、売られてるレモン1個の値段がこの210円です。単純にこれ、まあ大きさで言うと、3個でこの100円のやつとそんな値段、大きさ変わんないんですよね。この3個で100円ってことは、これ1個あたり33円なんですよ。で、もう一方のこのね、東京の F&F で買えるこのレモン、こっちは1個で210円。っていうことは、33円と210円でいくと、だいたい7倍ぐらいの値段の差があるってことですね、1個あたり。なんだろう。F&F でこの売ってるこの210円のやつは、これは広島県産のレモンなんですけど、僕のこの実家のやつはこの愛媛県産の地場の農家の人が作ってるレモンなんで、まあね、場所が違うし、製造にかけるね、コストとかこだわりとかもそれぞれ違ってくるから、まあ一概に両者を比較して同じようにはいかないんですけど、まあただね、7倍の差って俺結構違うと思ってて、まあまだ 1.5 倍とか2倍ぐらいの差だったらね、なんかその東京のその物流コストとか賃料とか含め、なんかそれぐらい値段の差になるものかっていうのは想像はできるんですけど、やっぱ7倍っていうのはすごい差だと思うんですよね。だって極端な話、このレモン1個分の値段で、まあ言うたら僕の地元のそのね、場所だと7個買えちゃうってことですかね。同じものが7個。やっぱ7倍の差っていうのはすごいでかいなと思って。まあなんだろう、そのね、結構今いろいろサイト調べて、地方、東京、野菜価格とかってなんか Google で検索したら、とあるなんかサイトとかブログでは、地方の方がそういう野菜とか果物が安いっていうのは幻想であるとかいうっていうなんかサイトを見つけたり、東京の方が消費される量が多いから、なんか金額も値段も安く価格設定ができるみたいなこと書いてたんですけど、全然そんなことないやろうと思って。多分このね、F&F のね、レモンはすごくこれいいレモンなんだと思うんですよ。多分こだわって作られてレモンだと思うんですけど、まあ僕もね、その普段 F&F で買って、ね、レモネード作って飲んだりとかしてるんですけど、まあ今も実際ね、こうやって作って、飲んでるんですけど、まあ僕レモンは本当、毎日ね、1個消費するんですよ。1個消費するってなった時、1ヶ月、まあじゃあ、30個消費するわけじゃないですか。30個消費するってなった時に、1個210円のレモンをね、30個消費したらいくらになります？ 6,000 円になりますよね。で、1個33円のレモンを1ヶ月間か、30個使用しても1,000円近くなります。だからまあ大体6倍の差ができるっていう。うん。6倍ってえぐいですよね。だってその、言ったら半年分と1ヶ月分のコストが一緒ってことだから、まあ例えばこれ家賃とか賃料で考えてもらったらね、わかると思うんですけど、凄まじい金額差になると思うんですよね。この価格差ってちょっと尋常じゃないなと思って。まあ結構ね、都会のその食品に関しての価格っていうのは僕ちょっとやっぱ仕方ないと思うんですけど、すごく高いなと思うところがあって、まあスーパーなんかでね、生産地からまあ輸送する輸送のコストでね、あとそういう農協だな何だなっていうのがあったら、まあそこで乗っかるマージンとか、まあ、あとは、スーパーがある場所での賃料とか、あと人件費とか、まあ、いろんなコストが乗っかって、仕方なく、ね、値段が上がってるってのはあると思うんですけど、それにしてもね、やっぱ7倍の差っていうのはちょっと、
尋常じゃなくて、東京で生活するっていうのはやっぱり無駄なコストが相当乗っかってんなっていう気がしますね。言うて僕も F&F のレモンとこの愛媛の地元のレモンとで食べ比べとか飲み比べとかもしてますけど、別に味そんな変わんないっすよ。で7倍のね、その品質の差みたいなのは全く感じられないし、この物自体に ある価値とはまた別のところに乗っかってるコストが、まあ、その値段に反映されてるんで、まあそう考えるとやっぱね、この東京での生活っていうのは食材だけで考えてもやっぱちょっととんでもないコストパフォーマンスが悪すぎるなっていうのをすごいやっぱ痛感しますね。僕いつも実家帰った時にそういうスーパーとか行って、まあ結構最近ね、どこのその大きいスーパーでもそういう地産地消みたいな地元の農家の人が直接そのスーパーで販売しますみたいなコーナーみたいなのがあって、そういうところでそういう野菜とか果物とかよく見るんですけど、やっぱね、値段の安さにもほんとびっくりするんですよね。本当にさっき言ったみたいに都内のほんと5分の1とかもうそういう値段で普通に美味しそうなやつがいっぱい売られてて、東京で生活するっていうのはまあ例えばそういうね、娯楽施設であるとか、まあそういういろんなこうショッピングするとか買い物するとかね、交通機関が至るところに張り巡らされてて、まあ便利だとかね、いろんなこう都会のメリットっていろいろあると思うんですけど、まあ例えばいろんな人に出会えるとかね、まあでも単純にやっぱこう今みたいにコロナが起こってね、みんな家にステイホームしなきゃいけないとかっていう状況の時に、生活の中で必要なもんっていうのは食品であるとか、まあそういう本質的な人間が必要なそういうものじゃないですか。で、そういうののコストだけを考えた時に、やっぱ東京で生活するってすげえ割に合わないなっていうか、異常に無駄に高いなっていうのをすごい思いますね。まあ今これからね、今後コロナがどうなるかわかんないんですけど、今そういうリモートワークであるとかね、そういうオンライン上のビジネスがどうこうっていう、まあ盛り上がってきてますけど、やっぱそういうのがまあ普通に一般的になってきたら、都会に暮らす理由ってあんまなくなってくると思うんですよね。そういう田舎に引っ越してオンラインのビジネスやるとか、まあ例えば YouTube でとかいろいろ、まあ今このね時代になると結構その自分で稼ぐ方法、ネットを使ってそのマネタイズする方法っていろいろあって、そうなってくると都会に住んでないといけないとかっていう必要性があんまりなくなってくるんですね。まあもちろんそうじゃないとできない仕事もあると思うんですけど、まあでもそのリモートができる限りはね、世界中どこにいようと別に関係ないんで、まあそうなってくるとね、やっぱこのなんだろうな、まあ賃料、東京の賃料の高さもそうだし、あとこういう食品とかもありとあらゆるそのね、物のやっぱ値段のね、コストの乗っかり用のやっぱ高さっていうのはちょっとこれはね、あんまり割に合わへんなっていうのはすごい感じますね。今後ね、どうなるかわかんないんですけど、まあ今まではね、その都会に住むっていうのは一つすごいなんかこう魅力があったわけですよ。都会にしかない、例えばそういうエンターテイメントであるとか、例えばまあ、いろんな人が集まってる公共の交通機関が発達してて、張り巡らされてて、どこに行くにも便利であるとかね。夜中でも、例えば美味しいもの食べれる店が開いてるとか。まあいろんなそういうなんかメリットってあるんですけど、例えば今はね、渋谷行ったらわかりますけど、もう店なんか軒並み閉まってますよ。8時以降営業してないとか、そういう店ザラにあるんで。この僕が住んでるね、武蔵小山とかでも大体もうね、8時ぐらいまでで営業も全部閉めてるんで。だから結局そうなってくるともう、田舎もやっぱお店って早く閉まると思うんですけど、それとまあ全く変わらないような状況になってるわけですよ。でまあもしね、今後コロナが収束してね、また元戻ったら、まあそういうメリットもあるかもしれないけど、まあそれもね、これからどうなるかもわからへんしね。そういうの考えるとやっぱちょっとこう、あんまりね、今、何のためにこの東京に住んでんねやろってすごい思うところはやっぱありますよね。都会に住むっていうのはなんかその無駄なコストがすごい多いなっていうのはやっぱいろいろちょっと痛感するところがあって、まあ今後ねどうなるかわからへんけど、まあ一つの価値観としてそういう都会から離れるっていう生活のスタイルをまあ選択する人も今後増えてくるんじゃないかなと思ったりもします。で、やっぱね、田舎のいいとこっていうのは、まあ確かにその、なんだろうな、コミュニティが狭い分、なんかめんどくさいその人付き合いがあったりだろう、なんだろうっていうのは結構その、ネットの記事とかで見かけると思うんですけど、まあでもやっぱね、それってまあ、すごい僕らの親ぐらいの世代までの話であって、まあ別に僕らぐらいの若い世代、まあ、そんな言うほどそんななんかこう、めんどくさい人間関係ってのはあんまりないっていうか、結構まあ普通にあんまり都会と変わらないっていうか、まあ例えばじゃあ、僕が今この住んでるね、武蔵小山とかでも、近所付き合いとかも普通にあるし、みんな顔見知りっていうか、その、地元のそのコミュニティみたいな人間のつながりってやっぱあるんで、まあそこはね、別にあんまりその田舎とあんまりこう、大差ないような気がしますね。で、まあそうなった時にね、圧倒的にまず空気がめちゃめちゃ綺麗。で、それで、やっぱ人口密度が低いんで、まあ言ったらその高周波ノイズも少ないわけですわ。例えばその、携帯から発せれる電波の量とかそういう、まあ通信のいろいろ空間を飛び交ってるその電波の量が少ないんで、まあ言ったら高周波ノイズがまず少ないから、まあそこでまあ快適であるっていうのもあるし、またはさっき言ったみたいにね、その野菜であるとか、
まあそういう果物であったりとか、まあそういう基本的なその食材がすごく安い。まあさっき言ったみたいに本当5分の1ぐらいの値段で美味しいね。地元のあの生産者が作ったものが買えて使えるっていうことで。まあ賃料はね意外とでもそこまでの差はないんですけど、まあ賃料もでもやっぱこう、なんぼ、だいぶ少なめにあのその差を考えてでもやっぱ3倍以上は差はあると思いますね。3分の1以下にはやっぱなると思うんで。まあそのね、エリアによっては多分5分の1とか、下手したら10分の1とかってとこもあるかもしれないですけどね。うん、まあでも10分の1ってことはないか。まあ10分の1はさすがにないと思うんですけど。まあでもまああの、5分の1とか3分の1は余裕であると思いますね。まあだからまあ圧倒的にやっぱ田舎はその生活コストが安い。こんだけオンラインが発達してる時代やったらね、別にそのなんか必要な家電であるとか、まあいろんなね、なんかこう、生活に必要なものって全部オンラインで購入してね、しかもアマゾンとか届くわけじゃないですか。ってなると別にね、その都会に住む必要ってあんまなくなってくるんですよ。だからあとはもうエンターテイメントとか、まあそう人とのそのつながりであったり出会いであったりとかそういうところになってくると思うんですけど、多分それをね、今後例えばオンライン上でそういうエンターテイメントもっとなんか 5G の移行で、なんか楽しめるものが出てき、できてきて、こう家の中でこう、今までにないようなエンターテインメントを楽しめるようになったら、それこそそれ、その都会で別に味わう必要性もないし。まあだからね、そういうの味わいたくなったら旅行で行けばいいわ。いいだけですわ、それは言ったら。都会住んでるからってね、日常的に常にそのエンターテインメントをね、味わいに行くわけでも別にないし、基本的には家でね、暮らして生活して、仕事してっていうのがまあメインな生活ライフスタイルになるんで、そういうの考慮するんでね、意外とそういう、あの、生活コストを抑えた、あの、田舎での暮らしっていうのは悪くないなっていう。まあ今回はね、そういった感じの話でした。まあとりあえずね、もうこの価格差、100円バーサス、3個で100円バーサス、このね、1個で210円ってのはちょっと僕、今回ね、レモンが届いて、この値札を見てちょっとびっくりして、あーなんかやっぱ都会って生活コストかかるんだなっていうのを改めてちょっと実感したんで、今回こうちょっとこういう動画を撮ってみました。ということでね、まあまたあの、なんかこういう感じの話をね、思いついた時はまた話していこうと思いますんで、よかったって方は、ぜひチャンネルのいいねと、登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。Tear it out, pieces of me.